婚礼はリヒャルト・ワーグナーが作曲し、未完のまま放棄されたオペラである。1832年、交響曲波長調の初演のために、プラハに滞在していたワーグナーは、この婚礼の台本を書き上げて、ライプツィヒに戻った。このオペラの素材は、ドイツの古代史研究家、文学史研究家ゴットロープ・ビュッシングの著書、騎士道時代と騎士道の本質から取られている。第一幕第一話の作曲を終えたワーグナーは、作曲の師であるテオドール・バインリヒに楽譜を見せた。バインリヒは、70章は明確に歌いやすく書かれていると評価した。しかし、ワーグナーの姉ロザーリエは、このオペラの筋書きが残酷であることに否定的な意見を述べた。当時のワーグナーは、彼女の意向を重視していたため、自らこの作品の作曲を放棄した。後にワーグナーは、この作品を破棄した理由を、うぬぼれが傷つけられたからではない、と述べている。第一幕第一話のスコアは破棄されずに残り、1933年2月にロストックにて初演された。この作品の音楽的特徴について、アーネスト・ニューマンは、様式にはあまり個性がないとしつつも、女性合唱は魅力なしとしないと述べている。また、クルト・フォン・ヴェステルンハーゲンは、あるレチタティーボの伴奏部には何度も、純粋のワーグナー的動機が聞かれる、このオペラが仕上がっていれば、後に続く3作のオペラと比較した場合、それはずっと個性的なオペラ、つまりはるかに、ワーグナー的な作品となっていたことだろうと評価した。ワーグナー自身は、この作品を後に、真っ黒な夜曲と呼び、この作品では、どんな光線も、オペラらしい装飾も加えることができなかったと語った。オーケストラは、フルートに、オーボエに、シーカンクラリネットに、ファゴットに、シーカンホルニ4、シーカントランペットに、ティンパに、弦楽5部という編成であり、この他に合唱も加わる。残されたスコアに登場する人物のみ記す。現在、書き伝えられているオペラ全体の筋書きは以下のようなものである。ハートマー王とモーラー王の国は敵対していたが、和解し、和解の証として、ハートマー王は、娘、アーダの結婚式に、モーラー王の息子である王子キャドルトを招待した。キャドルトはアーダに恋してしまい、アーダが礼拝堂を出るときに、キャドルトとアーダの視線が合う。この時、アーダは、夫となったアーリンダルに、夫よ、あの見慣れぬ人は誰ですかと尋ねる。深夜、アーダが寝室で、アーリンダルを待っていると、キャドルトが窓から忍び込んでくる。アーダは、キャドルトともみ合いになり、彼を城の中庭に突き落として殺してしまう。内心、キャドルトを愛していたアーダは、キャドルトの葬儀の時、彼の棺の上に倒れて絶命する。なお、本作に登場する、アーダとアーリンダルという名前は、後に、ワーグナーの最初の完成されたオペラである。妖精の主要人物にも使われた。残された断片は、波長調、4分の4拍子、アレグロマエストーソの助走で開始される。この部分の旋律には、GFFE などといった、半音階進行が見られる。18小節の助走の後、男性合唱が力強く歌い始める。ヘ長調に転じて、女性合唱で新たな旋律が歌われ、再び波長調に戻って、冒頭の合唱が混声合唱で繰り返されると、キャドルトとアドムントが舞台に現れて、レチタティーボに入る。悩ましげなキャドルトにアドムントが応じ、歌い収めると、合唱が、見よ、見よ、と歌う。アーダとアーリンダルが現れ、アーダは第一声で、アーリンダルに、夫よ、あの見慣れぬ人は誰ですかと尋ねる。短いレチタティーボを経て、登場人物7人による、都長調、4分の2拍子、アダージョモルトの70章となる。複雑な70章が終わると、ファンファーレの先導で、冒頭の合唱が回帰し、助走の旋律が再現されて第1話の終結となる。ありがとうございます。